日本神奈川県横浜市青葉区白鳥大白鳥。大は、神奈川県横浜市青葉区の地名。町名の設定のない単独町名である。住居表示水実区域。神奈川県横浜市青葉区の青葉台に隣接し、環状4号線の西側に広がる町域である。北で、田町北東で、筒子が、丘、南東で、さつきが丘、田川をまたいだ南で、 緑区、東海千葉町、同じく温田川を越えた西でイブキと接する。最寄り駅は、東急田園都市線青葉台駅と田駅、JR 横浜線の東下、市場駅である。都心までは、田園都市線で40分で、都心方面の通勤圏の至近距離という場所に、住宅地が隣立している。かつては、岡戸雑木林だけの農村地区だったが、東急グループ主導の玉、 田園都市開発構想によって、当時の鉄道新千円線のニュータウン化が計画され、昭和40年代初めからは開発が進み、都心方面への通勤者のベッドタウンとして宅地化が進んだ。また、都心から至近距離ということもあって、昭和末期のバブル期には地価が上昇した。白鳥台を東西に分けるかのように北から南に白鳥川が流れており、 地形的には川を中心に貸し岸球を形成している。環状4号線及び国道246号に隣接した白鳥台は小高い丘になっていると同時に小建て住宅が多く住宅街を形成している。南部地区は田川の流域に面している。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば白鳥、 第17番54の地点で26万円平方メートルとなっている。1967年の土地区画整理事業の施行に伴い、田町の一部から新設した町。古くは、鈴木郡、田村であった。明治22年の市町村整施行の際、奈良村、長津田村と合併して、棚村大技田となり、昭和14年の横浜市へ編入の際、 本田城となる。1994年の行政区再編制に伴い、緑区から編入。町名は町内に祀っている神取前川神社の神取に由来し、古来から神取とされる白鳥を選び、白鳥ライと名付けた。典型的な随称地名。2020年5月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。当地内に鉄道は通っていないが、東京急行電鉄田園都市線青葉台駅、棚駅及び JR 横浜線東海市場駅が、 利用される。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。